ただよびアウトプット古文。この時間は僕、朝倉司がお送りいたします。第25項です。はい。第25項のポイントは、人と物で異なる豆系単語について。古文単語の中で、豆とつく単語のバリエーションを見ていきたいと思います。で、その上で、豆とあだが、対になる関係、対義語の関係になるってことも今日はね、押さえておきたいと思います。 ただまあ、ここ、まず入る前に、この、豆ってつく単語のイメージを押さえておくね。豆って単語はね、まっすぐとか、一途とか、こういったイメージが、まずは根本にあるってことを押さえてほしいのね。で、それを押さえてもらうと、人に使った場合は当然、まっすぐな人、一途な人。そっから適切に訳すんだったら、はい、じゃなかったチェック。誠実だ、勤勉だ、本気だのように、こう、 何事にも対しな、どんなね、ことに対してもまっすぐに向き合うような人で使うわけさ。で、これが物事に使うとっていうと、愛知じゃなかったチェック。実用的だとか本格的だって訳すわけね。まあ、要は例えば、あ、何か一つ物を取った時にこれがもうまっすぐ、丹精込めて作られたみたいな状態であれば本格的だよね。あるいは使い勝手がいいっていう意味で実用的だみたいになるわけね。で、まあ、この後、この豆、 の対義語があだになるって話だったんだけど、あ、テキストダウンロードしてる人は、そのテキストは見ないで。で、今、後ろに書いたのを見ないね。でじゃあ、豆の対義語があだなんでしょじゃあ、あだが人に使われたらなんて訳しそう物事に使われたらなんて訳しそうってことを押さえればいいんだけど、それをね、嫌で単語帳であだコーだ覚えてるんじゃなくて、いや、今のこと使ってみて。 豆が人に使った場合がまっすぐな人からできた誠実だ、勤勉だ。物事に使った場合は実用的だ、本格的だになるなら、この対義語になるあだは人に使っていれば誠実じゃない人だよね。それをなんて訳すんだろう物に使ってた場合は実用的じゃないものだよね。本格的ではないものだよね。じゃあそれをなんて訳すんだろうっていうのを、まず考えた上で、 見てあげると、あ、なるほどねって、合点がいくわけでしょあだは、人に使ってた場合は不誠実だ、浮気だ。物事に使ってると、儚いとか仮染めだ、無駄だ、いい加減だなんて訳すわけね。だから、一応僕のね、このテキストも、こちら太字作ったけど、正直、この太字は、しっかり豆を押さえてれば反対ねで、いくらでも出せるよね。 で、まあ、例えば特徴的なのは、人に使ってた時に、浮気だなんて訳すねっていうのは、要は誠実ではない人これ使いましょ一図じゃない人でしょいろんなとこに目移っちゃう人って意味で考えれば、あ、浮気だになるよねだし。ここ、仮染めだって書いてあるけど、仮染めって意味わかるかな仮染めっていうのは一時的って意味だから、要は本格的に作ったものではなくて、一時的に作ったものって意味で仮染めだがあったりね。あとは、 実用的な反対は無駄だになるみたい。要は役に立たないようなものって意味で考えればいいから、ここはしっかり例文見ながら、あるいはここ、対義語の関係みたいなことをしっかり押さえるってことが大事ね。まあ、いずれにしても今日のポイントは豆を押さえてください。で、この豆系の単語が反対になるとあだになるんだってことを押さえて欲しいのが今日のポイントです。はい、じゃあ豆系の単語、例文で確認しましょう。 はい。一つ目の例文です。まあ、ポイントは人に使ってるか物に使ってるかだよね。で、一つ目の例文は、ああここですね。すなわち、車に行って、豆なるもの、様々持てきたりっていう形で、こっちは物に使ってる豆系の単語だから、訳すときには、生活に必要なものってなってて、まあ、実用的だ、ああって意味の言い換えとして、生活に必要なって訳し方になってるんだね。 で、二つ目の例文はってみると、二つ目の例文は、豆なる、ものはものでも、こっちのものだから、これは人に使ってるね。だから訳すときは、これほどよく働くもの。勤勉だ、真面目だ、一途にしっかりね、やってるような人だって意味で、働くなんて訳してるってことになるので、こういうふうに、ものなのか人なのか、この使い方、使い分けを豆系の単語は押さえてくださいということです。はい、じゃあ入試問題を解きましょう。 はい。問いの一番です。問いの一番。西南学院大の問題。まあ、ここに豆なるが出てますから、豆系の単語。ね。豆系の単語ですから、選択肢、パッと見ちゃうと、うん例えば、実生活向きだとか、勤勉だのような、こういうのが、まあ、候補に上がるんだろうね。ただ、僕はずっと言ってきたけど、選択肢を見ながら物事判断しちゃダメだって言ってたよね。しっかり本文と向き合って。 ってなると、今日一つ重要な文法を使わなきゃいけなさそうなんでね。それが、こののの正体は何ってことを使ってあげると見えてきそう。それでは、この講座。で、やっていた、いわゆる同格の,のの処理ができたかどうかがポイントだよね。いわゆる、のの上に名詞があって、のが出てきて、後ろに連体形の形が出てきたとき。 ま、今回は、まめんなりっていう形容動詞の連帯形だからね。その時は、合言葉のの上から丸括弧スタート。連帯形の下で丸括弧閉じて、省略することができた時、その時ののは同格ののになるんだってね。読んでみると、符号なりける侍が、冬なんだけど、片平一つを着てましたって話になってるからね。 符号が中見ると貧乏ってなってから、貧乏な侍さんが冬なんだけど、服一つ着てたってなるから省略 OK。省略 OK ってことは、こののは同格ののというふうに判定することができる。先生、それが何なのだよね。いやいやいや。同格って、訳すときのシステムは、 前に書いてあった名詞を後ろに移動させるっていうのが訳すときの一応システムでしょってなると前に書いてあった侍が後ろに移動することになるからほら豆系の単語が侍にかかった形になるね。ということは人に使ったという判定ができるから回答は4番勤勉であるが正解ねというふうに行くんでした。 まあだからこれ一番やってほしくない解き方はこれね。えー、なんかよくわかんないけど上に侍があるから人に使ってそうで4いやだからそれ結果的にはいいよ。それ本番はね。だけど、この練習の段階では、あ、ここ同格あるなってことを気づけるっていうことが本当の文法力を身につけたかどうかの差になるので、しっかりね、同格の,の処理の仕方っていうのをね、他の講座でもしっかり学んで、ここをね、もうちょい理解深めてください。 さあで、問いの2番と3番はですね、少し変化形になります。というのは、まあ、今回この問いの2番も、ここ確認すると、まめやかにってなってますから、まめ系の単語がいることは確定なのね。ただ、まめ系の単語って、人に使ってた場合、物に使ってた場合っていうふうな制限かけたんだけど、この場合はね、当然これ、まめやかにってなってますから、まめやかなる、なりっていうね、 形容動詞の連用形でしょまめやかなりという形容動詞の連用形。で、聞こえたまえというここにかかってる形だから、まあ、いわゆるこの講座。でも確認していた、いわゆる連用形の副詞法っていうのが使われているんだよね。連用形の副詞法っていうのは、述語を修飾する形になるから、理論上 福祉と同じ働きを持つってやつだ。するとね、この、申し上げるっていう動詞を就職する形になっちゃうから、人でもないし、物でもなくなっちゃうでしょで、こういう場面が出てきちゃうの。じゃあ、その時どうするのっていうと、結局、豆っていう単語は、人に使おうが物に使おうが、まっすぐ位置図感は根本になったんでしょだから、その根本を押さえていけばいい。 従って、まめやかに聞こえってなってるから、何か一途に申し上げてんだよね。まっすぐ申し上げてんだよね。さあ、それに近いものどれって考えた時に、ほら、どうまっすぐ感出てるような選択肢一個あるでしょうん。回答は、B。真剣にというふうに、真剣なんていうふうに訳すことも許されるわけ。ね。真剣にとか、真面目にとか。 本当になんていうふうに訳すことができるので、まあ、まさに豆っていう単語のイメージも押さえておくと、こういった変化にも気づけるってことね。次の問題ははい、だから問いの3番も同じこと起きるよね。豆系の単語ではあるんだけど、ここも豆やかなりという形容動詞の連用形になってしまっているので、下の物詫び集というこの形容詞の部分を修飾しちゃってるから、人でもないし物でもない。 そうじゃなかった。ね。今みたいに人でもないものでもなかった時っていうのは根本抑える。一途、真面目感を出しているようなものを選べばいい。先ほどみたいに真剣にとかね。本当にみたいな役を考えてってことになるので、回答は5番。本当にっていうふうにね。訳すってことをぜひ、この問題通して学んでもらいたいと思います。 ま、基本、豆系の単語っていうのは、人にかかってるとき、物にかかってるときというね、問いの一番のような典型パターンがありますが、問いの2、3で見たように、いわゆる豆やかにの形で、述語を修飾してしまうって時もあるので、その場合は、根本押さえる。一途、図。まっすぐ感。これから、しっかりね、反映できるようなものを選ぶようにしてくださいね。真剣にとか、本当にって訳すことがあるんだなってことを押さえてください。じゃあ、今日はこの辺で。 本日の授業はいかがだったでしょうか復習はその日に1回、1週間後に1回、1ヶ月後に1回、最低3回はやって、必ず自分の身になるように復習してください。授業が良かった場合は高評価、さらにチャンネル登録もお願いします。